はい、私は全部で3600バーツで服を手に入れました。待ってね、いくらだろう3600バーツ。本当に入ってるそれ全部。考えると14,590円。まあ楽天市場で買うより安いかなっていう。ちょっと見てね、みんな。感じですね。これさ、普通に楽天でも高い。てかパッチワークって高いのさ。アメリカとかのショップもあるんだけど、いつもオーストラリアとかの。だけど、絶対タイだろとか思って探してたらありました。あ、幸せ、満足ヒート。キノコもあったぜ。でもこの先にキノコの服あったら買うよ。ママフリースも買いました。なんか超いいと思うよ。満足、自分欲しいの買えたからね。そう、ずっと何年も、だってさ、ネットで探して探して、チャイハネにはないわけ、正味ね、こういうパッチワークはないので、楽天にはあんのよ。でも高い高いで、結構オンライン海外のやつとかであったけど、いつもソールドアウトで買えないわけ。2万円近いんだけど、だいいんじゃん、まあ、安い。後で見せるね。はい、今ね、買う予定じゃなかったのに、なんか見ちゃったの、ネットで。なんかね、人気なショップでいつもソールドアウトのアメリカの店なんだけど、そこの T シャツ売ってちゃった、売ってちゃった。いや、だろうなと思ったんだよ。絶対タイシール、さっきも言ったっけ。重い。次はひーちゃん買うものをするそうです。切るじゃんか。え、やろうよ。850だってバーツ。いらないよ。これちゃんじゃ綺麗。650、うちらもだから作ればいいんだよ。これ本物？本物だよ全部。ね、ちょっと待って、俺買いたいのやる、ここ。またキャッチング、まあサソリとかはいないからいいかもね。蝶々とかさ、なんかザオにいっぱいいるでしょ。それやばい。まあ税関で取られてもいいレベルにしときなよ。税関、あー、待って。いや、これやばい、これ激レアし、かっけー。ね、山でも取らないのにさ、いらなくね。ね、これやばくない、うん、葉っぱ。え、でも欲しい、これだろ。いや、サソリはおもろいね。サソリはいいよ。いくらだよ。いや、マジで暑い。ヒートがなんかサソリ300バーツでサソリ見つけた。今1200円だ。はい、ヒーちゃんが今300バーツ。めっちゃ昆虫じゃん。昆虫大好きなんだよ、ここだけ。やばい。はい、今ね、タコ100バーツで買いました。タコ丸々1匹。あと、ジュースを買おうと思ってんの。で、ちょっと休憩？結構魚もあるよ。タコいっぱいある。うん、魚これうまそう。え？魚うまそう。ちょっとやばそう。なんか私、この、でも大きなマーケットぐらいの回転率の良さのローカルのやつはいける。なんかあの昨日の変なバス停とかのああいうローカルは無理だけど、こんぐらいローカルだ、ローカルとか人が流れてるとこ。しかもみんな食ってんの、大体こういうの一致してるんで。いけるいける、こういうのは。え、ジュース屋さんなくない？ない。さっきの場所まで戻んないとない。絶対あるはずだよ、ほら。いや、でもスムージーがいいよね、暑いから。探そう、スムージー屋さん。マンゴースムージーがいい。ママも2個買おうか。うん、ないかな。ひーちゃんとさ、タコ得した気分じゃんのかって言ってたのは、さ、下キャベツだしね。おいしいね。このスパイシーソースはなんだっけ、あのひーちゃん嫌いな、違う、葉っぱ葉っぱ、ケパムのなんだっけ、なんだっけ、あのバジルじゃなくて、あの嫌いなやつ。パクチー、パクチー味です。マンゴースムージーは氷で薄まってて薄いっす、味。だから多分これが普通なんだろうね。これ薄くないよ。バリとかは濃かっただけじゃない？バリとかは濃いよ。バリはだったら 100% マンゴー。はい、今ねトイレ行ったんだけど、あれ、ヒートはあれ5バーツかかるよね、トイレ5バーツかかって。でも入り口にペーパーがありました。私なんか思ったんだけど、ここの市場ネット情報を鵜呑みにしないで
別に多分迷わなくない？マップさえ見れれば、 Google マップさえ見れればその通ったとこをピンしてくわけ。見えるかな、みんなに。そうした方がいい、みんな。こういう風にね、自分がなんかちょっとかわいいなみたいな。てかこうピンしていくことによって自分通ってきたとこ分かる。だからまだ見てないエリアこっちだなとか方角も分かる。え、だからなんか私もさ、最初ネットでなんかそのもうあったら絶対買わないと戻れないとか書いてあって、いやでも余裕だったよね、お金下ろして戻った時も。って感じです。はい、行こう。タバコ吸って。マジで誰もタバコ吸ってないのさ、気まずいよねっつったら。これうまいんだよ、マジで。あ、そう、そんなに美味しくなかったけど。え、50とか。あ、まあ一緒だ、タコじゃん。ますます払ってきました。ひーちゃんがこういうズボン履けばいいのに。お菓子とかはコンビニでいいよね。わざわざここで買わなくてもじゃない？あ、無理、この匂い。こっち行こうか、緑だからとりあえず。でも絶対いらないよね。メダカの餌の匂いする。いや、マジ無理、臭い。取れないからやめよう。あ、ソーリー、取れないんだよね。取れないからやめよう。まあいいや。短期、ママって短期じゃね。何これ、だって避けてって言ってまで取んなくていいかなみたいな。なんかここら辺は植物コーナーですね。植物とか花瓶って何これ、浮いてるみたい。本当だ、浮いてるね。え、すごくない？なんか一通り歩いてみて、なんかこうまとまってるジャンルが。さっきリメイク系とかさ、ヒッピー系とか。イメージね、イメージ。わかんない、私のは当てしないで。まとまってる気がします。はい、とにかく何？暑かったね。なんかね、めっちゃ暑い。とにかく2回スムージー飲んだよね。でも楽しかったね、いろいろ変えて。まあ多分私みたいに偏ったし、なんかその服装じゃなくて普通にこう流行りとかそのおしゃれな人だったらもっと楽しいんじゃないかなって思います。はい、駅こっちっぽくない？みんなこっち回るから。ショートカットっぽくない？ここ、あっちから入ったんだよ、さっき。まあ、こっち行こう、とりあえず。I shut my eyes, trying not to speak. Pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening. But I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in. You see, I know this. But the last days in real life I've noticed. Losing focus. Breaking up from our life as we know it. If so-